ガイガンです。そんなゴジラ以外にも怪獣が？しかもなんて大きさ。 King Ghidorah です。
この怪獣はデストロイヤです。なんてまがまがしい姿。ゴジラを葬り、我々人類をも。第6部隊ゴジラを止めるために作ったのでしょうか。ロボットなのにやる気とあふれる良心を感じる。ゴジラに異変。何があったの。ゴジラの体内温度が急激に上昇しています。おそらく短期間での G エナジーの過剰摂取により体組織が不安定化したものと推測されます。このまま上昇を続けると G エナジー爆発は免れません。この爆発は大気圏まで影響を及ぼし、地球規模の大災害を引き起こします。また爆発の際にゴジラより放出される高濃度の G エナジーは世界中に撒き散らされ、計り知れないほどの影響を人体や自然界に与えると思われます。何としても爆発だけは阻止しなければならないということね。でもどうすれば。冷凍兵器使用制限解除。ゴジラを冷却し熱性エネルギーを減少させます。ゴジラがもう一体。It was 60 years ago. That was when Godzilla first appeared. A 50-meter tall kaiju that laid ruin to a city center. 強力な反応。水面下より姿を現します。これがゴジラ。記録に残されているものとどう個体かは不明です。ゴジラは何を狙って。まさかジェネレーター。